皆さんこんばんは。こんばんは。大変お待たせいたしました。さあ始まりました、三井ショッピングパークが送るライブショッピングミーツショップ。本日はゾフララポート富士見店からお届けいたします。本日 MC を担当しますカリカワアナです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ本日はですね、インスタグラムのララポート公式アカウントからもインスタライブを同時配信しておりますが、コメントはミーツショップの方で対応していきたいなと思いますので、お気軽にお願いいたします。さあ本日の配信は秋の新作大公開と題しまして、今年の秋が楽しくなるおすすめの商品をご紹介していただきます。ご紹介していただくのはゾフララポート富士見店スタッフの矢崎さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ゾフララポート富士見店の矢崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあちょっとここでお知らせをさせてください。現在アンドモールでは8月21日日曜日までモアクリアランスセール開催中です。買い逃してしまったアイテムを見つけるならこれが最後のチャンスとなります。掘り出し物が手に入るラストチャンスですので、ぜひお見逃しなく。また今日配信をしておりますここララポート富士見では8月15日の月曜日までサンリオの移動販売車サンリオカフェワゴンが遊びに来ております。キュートなスイーツですとか、ここでしか買えないオリジナルグッズも販売中です。サンリオカフェワゴンで税込み2000円以上お買い上げいただいたお客様にはサンリオキャラクタークリップもプレゼントしています。営業時間は午前の10時から夜7時までです。場所は富士見ガーデンです。他にもハローキティピアノが1階の屋内広場に設置しております。どなたでも気軽に演奏を楽しめる話題のストリートピアノとなっています。また島村楽器ララポート富士見店でもおすすめのピアノ展示を行っています。ぜひこの機会にララポート富士見店に遊びに来てください。さあそれでは早速始めてまいります。本日のライブ配信は動画を見ながら気になった商品をそのまま購入することができるライブ配信です。もっと近くで見たいですとか、それどうなってるの詳しく教えてなど、コメントお気軽にお待ちしております。コメント画面下のところから簡単にできます。皆様参加型ですので、ぜひどしどしお願いします。そしていいなと思ったら画面右下ハートボタン分かりますか？ぜひ押してみてください。カラフルなハートがねポン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 と上がってくるかと思います。こちらねたくさんいただけると私たちも嬉しいので、はい、ハートボタンたくさんよろしくお願いします。ではちょっと始まる前にコメントちょっとね、勇気出ない方もいらっしゃるかと思うので、はいはい、ちょっと最初にね練習してみたいなと思うんですが、まあ、今日はゾフさんということでメガネサングラス、はい、たくさんありますね。ありますね。ね、はい、普段からつけてるよとか好きだよっていう方、ぜひ何かコメントください。やっぱ店員さんだから毎日つけてらっしゃいますよね。そうです、ほぼほぼかけてますね。ほぼほぼかけてま す、ね、あ楽しみとかこんばんにゃこんばんにゃかわいいこんばんにゃこんばんにゃ。もう私もですね、ずっともう中学生ぐらいからもう家では絶対にメガネ、 あと最近だとこうパソコンとか見る機会増えてきて、皆さんおうち時間も増えてると思うので、そうですね、はい、まあ、そういった時に PC メガネデビューしようかなって悩んでる人もね多いかと思いますので、そうですね、そういった方々にもおすすめです。メガネ好きですって来てます。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。では今日たっぷりとご紹介いただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず一つ目の商品から参ります。まず一つ目は何でしょうか？はい、秋の新作ですね、はい、オータムクラシックなりたい私を作るっていうメガネですね、うん、なりたい私を作る、はい、メガネがなりたい私にさせてくれる、そうです、はい、秋の新作なので、うん、デザイン的には結構クールな落ち着いた印象から可愛いところまでありますね、はい、一応種類は6種類、はい、24型あります、はい、ただ今回お持ちしたのは5種類になっております、はい、で形なんですが、はい、一応こちらの上にあるこちらのお二つですね、はい、形が少し丸みを帯びたものなので、うん、女性がつけると顔が柔らかく見える印象になっております、うん、
でこちらの下の方は少し台形のような四角っぽい形なので、うんうん、色的にもクールな感じになります。はい、これ別に男女どちらでも大丈夫と、はい、メガネは基本的男女兼用なので、うん、はい、大丈夫です。これが今5つの型ということですね。はい、そうです、うん、本当は6、本当は6種類があって、そうなんです。で全部で色も違って24種類、はい、ありまくりますね。だいぶあります。24種類どうやって選びましょうという感じですけれども。そうですね、うん、なりたい自分になると、はい、そうです、うん、はい、っていうのをこれは可愛いとか、そうですね、クールとかいうことですか。そうです、そうです、うん、一応上にあるのが色味が柔らかいピンクっぽいものなので、はい、結構可愛らしい印象になります。下の方は暗めのお色なので結構クールな感じ、うん、自分で使い分けていただいてつけていただく形になりますね、うん、あ、かわいいってきてますね、はい、一番奥のはピンクですか。でちょっと手に持ってちょっと見せていただけますか。はい、はい、こちらですかね。結構落ち着いたピンクですよね。そうですね、うんうんうん、ちょっと絵の部分もピンクがかってる、はい、白っぽいですかね。ここ、そうですね、はいはい、結構肌なじみいい色なので、うん、そこまで目立たず使いやすいかなと思います。ほら、はい、お色の違いもありますけれども材質の違いもありますよね、はい、そうですね、はい、今持っているものが全部プラスチックでできているものになってます、うん、プラスチックでできているので比較的軽いです、うん、なのでつけていても結構耳痛くなったりはしないです、うんうん、はい、なりにくいということですね。なりにくいです。でこちらのものが金属でできたメガネですね、うんうん、こちら金属なのでプラスチックと比べると少し重さはあるんですけど結構クールな印象になります、うんうん、このフレームも柄の部分も金属ということですね。そうです、全部金属です、はい、で最後に紹介するこちらがフロント前の部分がプラスチックと金属が混ざったコンビネーションタイプになってます、うん、柄の部分どうなってますか。こちらは金属ですね、うん、ここが金属、はい、ここのところがちょっとプラスチックになってますね。こう保護されてるような感じ、はい、でフレームはプラスチック。悩みますね、これ悩んだ方どうやって選びましょうね種類たくさんあるんで。種類たくさんありますもんね、はい、これ人気色とかありますか。人気な色はやっぱりブラックですね。ブラック、ブラック、おー、ブラックのプラスチック。そうですね、はい、やっぱインスタグラマーさんが最近つけてらっしゃるのが黒縁メガネ、うん、多いのでその影響で結構黒は人気ですね。まあ、なんかお仕事でもいけますしね。はい、どこでも使いやすいかなって思います。そうですね、はい、結構悩むところかと思います。24種類もあると。そうです、いうことですけれども、こちらお値段はおいくらでしょうか。お値段は8800円から13300円になりますね、うん、このお値段の幅っていうのは何で違うんですか。そうですね、素材とかだったりするので素材によります。素材で、あ、コンビネーションいいですねって来てますよ。ありがとうございます。確かにコンビネーションなんかおしゃれな感じがしますよね。そうです、両方組み合わさってるんで、うんうん、だいぶこなれ感は出ると思います。こなれ感、はい、メガネでこなれ感出したいですね出ると思います。いいですね、はい、ちょっと甘辛ミックスというか。あ、そうです、そうです。どちらの要素も取り入れた感じが素敵ですね、はい、でこれは、材質によって8800円から13300円。そうですね。で、はい、このレンズっていうのはどうなってるんですか。セットレンズ代込みなので0円の、はい、ね、レンズになっております。じゃあ一番お安いものだと、はい、そうです、もうレンズも入って8800円で。そうです、でお渡しができます。お安い、はい、いいですね。いろいろとねメガネ買い替えようかなと悩んでる方もいらっしゃるかと思いますし、はい、やっぱこう秋の出たものということで。そうです、秋の新作で販売はもう販売してますね。もう販売しております、うん、はい、秋に向けての商品ということですから、ちょっと違う色試してみようかなっていう方もお気軽に、はい、うん、お試しいただけそうですよね。はい、はい、ということでこちらはですね、今アンドモールミーツショップからご覧いただいている方ですね、アンドモールにはない商品となっておりますので、ぜひねララポート富士見店にお越しいただいて、はい、ちょっといろいろと試していただきながら、あとそこで度も測ったり、はい、測れます、無料で測定ご案内できます、無料で測定もできるということなので、はい、ぜひ店頭でお試しいただきたいなと思います。こんな商品がゾフにはあります、はい、ありがとうございます。さあ続いて参りましょう、はい、続いては何でしょうか。はい、また
たくさんありますね、ゾフさんはね。ありがとうございます、はい、お次にご紹介するのがミッキーマウスとミニーマウス、ディズニーさんとコラボした最新のメガネになっております。ディズニー、そうです、ディズニーさんのコラボですね、うん、一応種類は6型で全部18種類ございます、うん、で今回のメガネなんですけれど、そうですね、ペアのキャラクターがモチーフになっております、はい、ミッキーとミニー、デイジーと、ドナルド、うん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 、っていう感じでペアでお作りしていただくと、おなじみのペアで、あ、そうです、そうです、なるほど、2ペアでお揃いとかに結構おすすめです。いいですね、はい、うん、そうですね、ちょっとペアの感じ見せていただけますか。そうですね、ペアだと、はい、私もちょっと、はい、それはこれがミッキーですかね。これがミッキー、これミッキーですね。すごいなんかちょっと多いみたいです。これハートみたいになってるのか。あ、そうなんです。これがミッキーだと思います。ミッキーの手でした。ハートだと思ったら見えますかね。ミッキーのあの白い手があるじゃないですか。あれがこう手でハートを作ってるんですね。あ、そうです、今流行りの。あ、かわいい。ご覧になる、私の手あった方が見えます、ない方が見えます、どうですか、見えますか、厳しいか、どうですか。あー、ちょっとこのままで OK ですか。こっちにもあるんですよ、同じく、はい、ミッキーがハートマークを作っていて、さりげないですけど、そうですね、見つけるとなんかおしゃれで可愛くっていいですね、はい、多分これ普通につけてる分には、そうです、普通のこう前から見るとあまり分かんないんですけど、うん、横から見たら可愛らしくなりますね。このつなぎ目の部分がおしゃれですよ。そしてこれとペアがこちらの、ちょっとデザインは変わるんですが、はい、うん、こちらがミニーちゃんですね。ミニーちゃん、はい、じゃあぜひちょっと見せていただけますか、はい、こちらです。ミニーちゃん、これはミニーちゃんのお顔。あ、でもミッキーもいますよね。ミニーちゃんとミッキーです ね、ミニーちゃんとミッキーが向かい合ってます。あ、ディズニーかけたところ見たいです。じゃあ私たちでお揃いでしてみますか。はい、これでペアみたいな感じですよね。そうですね、この違う色が一応ペアなんですよ。なるほど、そうなんですよ。これはこっちの方が、これは何でしょうか。これはチップとデールですね。チップとデール、はい、ここには今ペアはあります。ペアはないんですよ。ペアなんか、じゃあそうなんです、ちょっとそれぞれでやってみたいと思います。じゃあ私はミッキーさんを、私これチップとデールでいいですか。チップとデールいいですね。あ、ちょっと髪の毛が失礼しました。ちょっと、あ、似合う。結構顔柔らかく見える感じですかね、はい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 、どうですかミッキーは。似合ってますね。ミッキーすごい、なんか普通にこのままいけそうな感じだけど、よく見たらミッキーっていう、ここにミッキーって横が可愛いですね。横がいいですよね。横可愛いですね。ちょっとすごいこうあえて見せたくなるような。あ、可愛い、本当にこれ可愛いですよ。あ、メガネ女子ですがディズニーオタクです。もうビンゴですねこれが。いいですね、いいですね、これミッキー可愛いですよ。フレームの形もね、なんか華奢でちょっといいですし、使いやすそうです。で、はい、これがミッキーで、先ほど見せていただいたのがミニー、はい、そうですね。そしてこれが今のがチップ&デール。チップとデールは、はい、どこがチップとデールなのかな。ちょっとデザイン変わるんですけど、はいはい、そうですそうです。ここにこれはね、小さいですよね。なかなかちょっとこれはカメラじゃ見えないかな、てん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 ってなってるのが、あ、お似合い、かわいい、ありがとうございます。てん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 が走ってるんですよね、これ。そうなんです、そうなんです。ちょっと見にくいですかね。ちょっと見えないかもしれない。あと、ここがちょっとどんぐりみたいな感じになってますかね。そうです、はい、つなぎ目のモチーフがついてて、これとあとこちらが、はい、ドナルド、人気のドナルドです。ドナルド可愛いですよ。こっちにドナルド、ドナルド、ドナルド見えました。そしてこっちにデイジー。これ色もいいですね。そうですね、まさにあのドナルドの、そうです、そうです、ブルーという感じで、はい、あ、でこれも柄の部分にドナルドとデイジーがキッスを、はい、
いますね。勝手にキスにしちゃいましたけど、キスをしてるような感じで合ってますか？合ってます。これも素敵ですね。結構知的に見えそうですけど、ね、パッと見たら可愛い。はい、わ、いいですね、はい、でそして最後か、はい、こちらですね。あ、これミッキー。これミッキーです。ミッキー、これはもうザ・シンプルなデザインですね。 ザ・ミッキー見えますか？ザ・ミッキーです。こっちにもミッキー、うん、これすごい華奢で、そうですね、素敵ですね。大人っぽいデザインですけど、ワンポイント入ってるのがとてもおしゃれですね、はい、これは悩みますね。そうですね。これも胴を測っていただいて、はい、店頭でということですね。そうですね、そうなりますね。これは何かケースがあるんですか？はい、あ、そうです、そうです、はい、ちょこちらが、何ですかこれは。こちらが、そうですね、一応このメガネご購入していただいた方に無料でついてくるメガネケースと、こちらがメガネ拭きですね。かわいい。これもちょっとちゃんと見せましょう。 ありがとうございます。あ、これ無料でメガネを買えばついてくる。ついてきます。これはミッキー、どれを買ってもこのケースがついてくる。そうです、このシリーズ。このシリーズを買ったらこれがついてくる。結構革でしっかりとしてて軽めなんで持ち運び楽ですかね、うん、いいですね、はい、あ、かわいい。これがついてくるということですね。でこちらは、はい、今のタイプよりも結構しっかりめのケースになっております、うん、はい、で種類が3種類ですね、うんうん、こちらはメガネとセットというわけではなく て、はい、別売りということですかね、はい、こちらおいくらですか？はい、お一つ税込み2400円になっております、うん、2400円。どれも可愛いですし、はい、ちょっとここ可愛い。さっき私が言ってたミッキーの手のハートはこういうことです。わかりやすいですね。モチーフ可愛いです。あ、なんかすごい可愛い。そうなんです。このベロワ生地みたいな感じで、すごい手触りも上品な感じですね、うん、上品、はい、わ、素敵ですね。これがミッキーミニのタイプ、はい、そしてこちらが、じゃあちょっと見せていただけますか、はい、こちらがチップデッテールですね。こっちもいいですね。あ、明日ゾフ行きます。ありがとうございます。これぜひ見ていただきたい、はい、モチーフはどうなってますか？こちらはどんぐりみたいな、いいですね。そしてドナルドとデイジーのがネイビー、開けると、あ、鮮やか。かわいいですね。で、あ、帽子ですね。帽子ですね、はい、帽子がついてます。はい、これは、2400円で別売りということですね、はい、そうですね。そうするともうこれだけ買いたくても買えるということですか？そうです、はい。なるほど、なるほど。じゃあ今ね、使ってるメガネ入れたいよという方、このケースだけでもご購入いただけるということです。はい、でこれはまあ胴を測って胴入りのメガネにしたりですとか、あと PC メガネとかもできますか？そうですね、一応ゾフだとブルーライトカットは0円でお付けできます。あ、そうなんですね、はい、それは胴入り胴なし関係なく、そうです、両方大丈夫です。いいですね、はい、ぜひね、もう画面見る時間も長くなっている方は多く、ね、はい、いらっしゃると思いますので、そういったね、ブルーライトカットもしていただけたらなと思います、はい、こちらもですね、アンドモールにはない商品となっておりますので、ぜひ店頭に足を運んでいただいて、いろいろとね、モチーフとか見比べて、たくさん種類ありますからね。たくさんあります。ぜひ、はい、店頭で見ていただきたいなと思います、はい、さあ続いていきましょうか、はい、はい、たっぷりとご紹介いただきました、はい、さあ続いてはこちらですね、はい、じゃあこちらすいません、はい、こちらがお次にご紹介するのが、うん、ブルーライトカットメガネの 35% の方ですね、うん、35%、はい、一応ゾフだとブルーライトカットが2種類ありまして、うん、今お先にご紹介するのが弱めの35の方です、はい、一応ブルーライトカットっていうのが、まあ、携帯とか iPad とか見るときの青い光を軽減させて目を疲れにくくします。なので結構おうち時間増えてパソコンとか見る方はブルーライトカットレンズが入っていると長時間使っていても目は疲れにくくなるかなと思います。でこちらの、はい、35% の方は透明のレンズに比較的色味が近いので日常使いしやすいお色味になっております。はい、で形がですね、はい、4種類
3種類ございますね、はい、3つの型の8種類ございます。失礼しました、はいはい、で1つ目がまずこちらの細いタイプのものですね。これが今カートボタンを押していただくと ① というところにあるかと思います、はい、でお色が今お出ししているブラックとブラウンの2種類ですね、はい、ちょっと中見せていただいていいですか、はい、あ、ブルーライトカット気になる、気になりますよね。はい、これが今お色がブラック、ブラックです、はい、で比較的素材も軽いので長時間つけてても耳とか鼻痛くなりにくいデザインになっております。これ素材はどうなってるんですか？素材プラスチックなのですごい、全てプラスチックと、はい、すごく軽い素材になってます。でこれが一番に入っている形です。はい、はい、でお次がそしてカートボタンのですね丸2というところ 35% カットの丸2というところにですね入っているのがこっちなんですけど、はい、はい、こちらの形、形そうです、はい、ちょっと 50% って書いてあるんですけど形はこちらになっております、はい、これがお色が、お色がゴールドとブラックの2種類です。あ、こちら丸3に入ってますかね。あ、丸3ですかね。丸1に入っているのが細い方で、細い方、あ、丸3でしたね。はい、丸3。失礼しました。これと同じですね、35% の。そうですね。はい、じゃあもう一度おさらいしていきましょう。はい、はい、丸1に入っているのがこちらの細いタイプのもの。で、丸2がこう普通のあのブラウンとオリーブの。あ、そうです、そうです。ですね、ありますか、はい、こちらですか、はい、これが丸1に入っている形になってます。ちょっと細めでクールな印象がありますね。はい。そして、今 35% のカットの方の丸2に入っているのがこちら。こちらですね。はい。はい、こちらもちょっと 50% の方でね、代用していますけれども、そうですね、こちら 35% の丸2の方はこの形になっています。はい、こちらのお色味がブラウンとオリーブの2種類、ね、はい、これがブラウンですか。ブラウンですね、うん、はい、ちょっとなんか別光っぽい感じ。そうですね、結構鮮やかな感じになっております。 そして丸3に入っているのがこちらですね。こちらですね、はい、こっち、ちょっと丸い形ですか。そうですね、はい、うんうんうん、これがお色が、ブラックとゴールドの2種類、はい、はい、先ほど見せていただいたこちらがゴールドですかね。あ、そうですね、はい、この2色であります、まあ、50% も 35% もあるということですよね、はい、はい、皆さん、はい、形と一致しておりますでしょうか。お分かりいただけましたでしょうか。なかなかね、メガネって形パッと見ると、ね、はい、ちょっとね、素人目には分からない時もありますけれども、ね、きちんとちょっとカートボタンから見ていただくと形の違い分かるかと思います、はい、これ選ぶ時って形ってもう好みですか？なんか顔の形とかによって違ったりしますか？そうですね、はい、一応ありまして、はい、まず眉毛の形とかに合わせていただくといいので、うん、眉毛の形、そうです、はい、例えば平行眉の方とかはメガネのこの上の部分が同じ形のものの方が顔にフィットします。眉毛と同じ形ですか？眉毛の形に合わせて眼鏡のこの上の部分も合わせていただくといいので、私で言うと、はい、ちょっと眉毛がこうアーチがかっているので、眼鏡自体の上の部分も少しウェーブがかってた方がこう顔にフィットしている感じが出るんで、眉毛の形に沿ってお選びいただくと自分に合いやすいメガネとか決まるかなと思います。へー、はい、50% 結構色濃いですか？じゃあちょっと 50% の方も合わせてご紹介していきますかね。はい、先ほど最初にご紹介したのが 35% カットしてくれるもの、はい、はい、50% の方の特徴ってどんなところですか？はい、そうですね、ブルーライトカット 50% の方は先ほどよりも効果が高いです、うんうん、なので、まあ、お仕事でパソコン
常に使っている方とかには特におすすめのものになっております、うん、ただ結構レンズが黄色みがかるのでお色味とか気にされるご職業の方だとあんまり適していないかなとは思いますね、はい、じゃあもうがっつりリモートワークで使いますとか、うん、会社にいるときはもう本当ずっとパソコン見てるんですっていう場合だとそうですね 50% の方が目には優しいです、はい、ただそれをつけたまま日常も過ごします、まあ、ちょっと外にも出ます、はい、っていう感じだとそうです控えめの先ほどご紹介した35の方が使いやすいですね、うん、それは見え方の色味の違いでということですねそうですそうですうはいどっちを優先するかというところ で、まあ、ご自身の生活スタイルで決めていただくのが良さそうですね、うん、はい、うん、で、ということで 50% の方のちょっとカートボタンと照らし合わせていこうかなと思います、はい、50% の方をこうスワイプしていただいてですね 50% の ① というのがこちらの形です、こちらですね、はいお色味は先ほどのご案内と同じようにお色味を教えていただけますか？はい、お色味がオリーブとブラウンの2種類になっております、はい、あ、もう少しアップで見たい、ご覧いただけてますかね。そしてカートボタン ② に入っている 50% のブルーライトカットの方が細いものですね。はい、はい、こちらの50% のブルーライトカットの ② の方に入っているのがこちらの細い形でお色味がブラックとブラウン2色です。はい、ブラックとブラウンということです。はい、で先ほどご紹介したようにこの丸いのは店頭にはあるということなんですけど、ちょっとアンドモールにはないということで、はい、ちょっとご了承いただければなと思います。はい、で 35% と 50% ちょっと比べてみたいということで、はい、ちょっとお出しいただいて同じ形がいいかな、はい、そうするとそうですね、はいはい、じゃあこちらもちょっと、はい、色の見え方の違いというところですかね。お出ししてよろしいですか？はい、はい、ではこちらでどうでしょうか。どうすると色味ってそう白い方が分かりますか、ね、なるほど、はい、じゃあ白でいきましょう。よろしいでしょうかカメラさん、はい、上の方が効果が高い 50% の方ですね、はい、確かに私たちから見ると上の方が少し黄みがかってるような感じがありますね。はい、どうでしょう。じゃあこれかけてみますか。あ、かけてみますか。はい、じゃあ私が、じゃあ 50% の方をかけます。はい、そして35%の方をかけて、はい、どうでしょう見え方とか。あ、確かに視界としてもちょっと黄みがかってるような感じが、ね、結構黄色っぽい感じになりますね、はい、ちょっと黄色いあったかい色に周りがなっている感じがします。そうですこちらはどうですか。はい、こちらは結構透明なお色に近いので、うん、日常使いするんだったらこっちの方が結構視界は若干黄色くなる感じなのでこっちの方が使いやすいとは思います。はい、ただまあちょっと黄色いですけど、まあそこまでめちゃくちゃ黄色って感じではないかなとは思いますが、ね、はい、普通にこう自分で過ごす分に気にならない方は大丈夫なのかなと思いますけれども、こうやった時に2人のこう色の違いってありますでしょうか。どうでしょうか。ちょっとねレンズ越しなのでねどれぐらい伝わるか分かりませんけれども、私たちから見た視界はそんな感じのイメージになっています。なのでぜひご自身の生活スタイルに合わせてお選びいただきたいなと思いますが、はい、どちらも形もお色味も同じ展開であるということですね。はい、そうですね。あ、思ったより黄色くない。あ、そうですか。私もかけた感じはそんなに思ったよりは黄色くなかったです見た目も、ね、そうであればそうですね、よりカットされている方が目には優しいのかなと思います。うん、はい、いろいろ種類があるので皆さんお間違いのないようにお願いいたします。でこちらはですね、先ほどからカートボタンご案内しておりますけれども、三井ショッピングパーク公式通販サイト&モールでご購入いただけます。画面左下のカートボタンぜひクリックしてご検討ください。さあさあ、それでは最後の商品、はい、ちょっといろいろと、ね、出しちゃいましたのでちょっとお片付けをしつついきたいと思います、はい、お願いします。すいません、でもいろいろメガネって比べてみないとわからないところもありますよね。はい、あとはご自身の生活スタイルとというところで、
はい、ちょっとすいませんね、わちゃわちゃしましたけれども、こちらで最後の商品となります、はい、お願いします、はい、こちらが透明のサングラスですね。透明のサングラス、そうです。こう見えて UV100% カットの透明のサングラスになっております。はい、やっぱ最近マスク生活多いので、うん、サングラスの相性って正直難しいんですけど、こちらだと透明なのですごく合いやすいです。確かにマスクをしていてすごい濃い色のサングラスをした時にちょっと怪しいと思われてないかなっていう。そうなんです。確かにありますよね、はい、うん、じゃあこちらだと透明なので一応室内とかで使っていても伊達メガネみたいな感じで見えるので、本当に付け外ししなくて済むのですごい楽だと思います。いいですね、はい、どこにでもちょっとかけていきやすい感じがありますよね、はい、うん、そうなんです。で、そうですね、はいはい、結構しっかりカットしてくれるんですか。そうです、表が UV100% カット、うん、で裏からも約 95% カットするのでだいぶ紫外線カットできます。そうですか、はい、やっぱり紫外線って目から入って焼けたりするので、うん、目の防止っていうのがすごい大事なので、紫外線気にされている方はこちらのメガネがすごくおすすめです。そうなんですよね、はい、日焼けって日に当たってる肌からしているかと思いきや、そうなんです、 目に入ってきてしてるっていうのを知って本当に驚いたんですよねでその時にやっぱどこに行くにもこうサングラスをかっこつけてかけてるんじゃないかって思われる不安があって、ね、はい、なかなかしにくかったんですけれども、うん、自分の健康そして美とか、はい、いろんなことのためにやれるサングラスっていうのはいいですね、はい、これ種類はどんな感じですか。そう、種類はたくさんあるので今回はたくさんあります、はい、たくさんありますので、うん、今回はちょっと人気な2色持っておきました。はい、はい、どんなお色味でしょうか。まずこちらですね、こちらがブラウンのものになっております、はい、素材はいかがですか。はい、素材はプラスチックでできているので比較的軽いです、うん、であ、透明すごーってきてますねこれサングラスですよ。サングラスなんです、はいはい、そしてこちらが同じく別光柄ブラウンの金属っぽいメガネになっております。はい、はい、こちらがね人気色ということで、実はこちらの金属の方はブラウンとネイビーがアンドモールにはあるんですが、ただいま在庫がちょっとちょうどなくなっている、それほど人気ということで、まあ、そちらのまた入荷お待ちいただくか、はい、店頭ではまだ在庫が、ね、あるということですので見ていただきたいなと思います、はい、で最初にご紹介いただいたこちらのプラスチックの方は、はい、今お持ちいただいているのがブラウン、はい、でもう一色がブラックですね、うん、はい、ただこちらブラックがアンドモールの方で今在庫がないということで本当に人気なんですね。そうなんです、ね、はい、なので、でこれ以外にも形だったり材質だったりお色味が違うのがたくさんあります。ちょっと今回お持ちしていた持ってこれなかったんですけど、うん、もう、はい、持ちきれないほどの種類があるということで結構アンドモールからもそちらご覧いただけますか ね、 かね、はい、なのでぜひねアンドモールからその透明のサングラスいろいろと見ていただきたいなと思います、はい、こちらもね左下のカートボタンクリックしていただきますと入っているかと思いますので、ぜひねこちらご検討いただきたいなと思います。なかなか人気ですか、やっぱり透明のサングラスっていうのは。そうですね、やっぱ最近日差しがとても強いので、うん、サングラスご購入される方の中でもよくに透明のメガネは付け外ししなくて済むので、うん、だいぶ人気です、はい。ちなみにこちらお値段は、お値段が5,500円から。5,500円、はい、これどう入れるっていう風になると。そうです、税込みで3,300円プラスかかりますね。そうですか、はい、それはまあ店頭で測っていただいてということですね。そうですね、はい、そして先ほどのあの35% のブルーライトカット、 50% のブルーライトカットもお値段は、そうです、度をつけるってなるとプラス3300円からのご案内になります。はい、元々のお値段は、はい、元々のお値段はこちらと同じ、はい、5,500円ということです。なので今、カートボタンにある商品については全て5,500円になっているかと思います。まあ、今までつけていなかったよという方、まあ、目はそんなに悪くないけどという方にもブルーライトカットだったりこういったものっていうのはおすすめですかね。だいぶおすすめですね、はい、デビューされる方って結構いますか。
あ、ブルーライトカットだったり、こういったサングラスだったり。そうですね、うん、結構このお色だったらサングラスに色味が抵抗ある方とかちょっと多いとは思うんですけど、うんうん、このお色だったら多分初めてつけるにはだいぶ楽かなと思いますね、うん、はい、ぜひ、ね、ご検討いただきたいと思いますし、ブルーライトカットって例えばプレゼントとかにはどうなんですか？あ、そうですね、お仕事でパソコンとか使われる方にプレゼントするってことで、今日もあの1人1名いらっしゃいました。プレゼント用でブルーライトカットを買っていた方がいらっしゃったので、プレゼントにもいいかなと思います。そうですね、すごくもう画面を見るお仕事してるなって分かる方にはこう 50% のものをあげたりですとか、まあ、ご家族だったりとか、うん、お知り合いの方のプレゼントにもいいかもしれませんね、はい、動画入ってないのでね。そうですね、はい、プレゼントしやすいかなと思います、うん、さあ、たっぷりご紹介しました。もう数えきれないほどご紹介したんですが、はい、ちょっと簡単におさらい、何をご紹介したのか、はい、そしてどのようにご購入できるのかおさらいしていきたいと思います、はい、まず一つ目、じゃあ手に持ってご紹介しましょうか、はいはい、まずこちらですね、はいはい、1つ目がこちら秋の新作のメガネですね、うん、はい、こちらいろんな形お色味ございます。こちらはまあどう測っていただいてお作りいただくということで、店頭での販売となります、はい、こちらアンドモールにはございませんのでご了承ください、はい、そして続きまして、はい、こちらがディズニーさんとのコラボですね。かわいいですね、はい、これはかわいいちょっと人と違うもの持ってるなっていうのがね。そうですね、横のデザインがやっぱ可愛いのがディズニーさんとのコラボの印象的なところなので、はい、はい、もう迷うところかとは思いますけれどもぜひこちらもですね、店頭でのご購入となりますので、店頭でね、たくさんのお悩みいただきたいなと思います、はい、でこれについてくるケースがありまして、はい、あちらですね、こちらですね、はい、こちらには無料で、はい、はい、こちらのケース、そしてメガネ拭きもついてくるということです。そうですね、はい、そしてですね、そのついてくるケースとは別にこちらですね、ちょっと先ほどのよりはしっかりめのケースになっております、うんうん、はい、こちらは、2400円ということです、はい、こちらも店頭からご購入いただけたらと思います、はい、これね、開けてびっくりな色してますからね、はい、じっくりご覧いただきたいなと思います、はい、そしていろいろとご紹介をいたしました、まあ、35%、50% ともに形、色、同じ展開があるということです、はい、いろいろとあるので、ね、こちらもご検討いただいて、はい、あと先ほど教えていただいた眉毛に合わせた選び方、眉毛のアーチに、眉毛の形に合わせて、形に、はい、合わせた選び方いいかと思います。結構しっかりめの 50%、 そしてまあ日常使いもできる 35% のブルーライトカットということでした。そして最後にご紹介いただいたのがこちらですね。こちらがクリアのサングラス、透明のサングラスになっております、うん、透明のサングラス、はい、かなりつけやすいですね。そうですね、はい、はい、みんなでこれでね、日焼けも防いでいきたいなと思います。こちらですね、ブルーライトカットのもの、そしてこちら UV カットのものはアンドモールからご購入いただけますので、左下のカートボタンクリックしてくださいということで、はい、あっという間だったんですが、たっぷりとご紹介ありがとうございました。ぜひゾフの富士見店の方にもね、はい、遊びに来ていただきたいなと思います。でそしてですね、もう一度見たいという方、一部を見逃してしまったという方は、今ご覧いただいておりますサイトミーツショップでアーカイブ配信もあります。ぜひお時間があるときにゆっくりとご覧になってください。そして今後の配信のご案内です。8月18日木曜日夜の9時からララポート福岡からロデオクラウンズワイドボールさんの配信を予定しております。こちらもお見逃しなく。その他の配信情報はミーツショップのウェブサイトをご確認ください。そしてですね、冒頭でお知らせをいたしました富士見ガーデン夏祭りなんですが、サンリオカフェワゴンとふわふわ遊具が台風による好転のため8月13日土曜日明日が中止となります。冒頭でお知らせしました富士見ガーデン夏祭りですが、サンリオカフェワゴンとふわふわ遊具が今台風が来ておりますため8月13日土曜日明日が中止となっております。
ただ8月15日の月曜日までは実施している明日が中止ということですので、ぜひね台風をちょっと通り抜けたらですね、皆さん安全にしてこちらに遊びに来ていただきたいなと思います。ということでたっぷりとありがとうございました。皆さんね、これを機にいろいろデビューしようかなとか買い替えようかなと悩まれたかなと思います。あ、ゾフユーザーです。ありがとうございます。結構お客様もいらっしゃってますか？だいぶ来てらっしゃいますね、はい、そうですか。で今日はいかがでしたか？今日楽しかったです。すごく緊張しました。すごく緊張しました。はい、いえいえ、全然バッチリご紹介いただきました。はい、またぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ということで皆さんもご覧いただきましてありがとうございました。